Y-9 2014年の中国国際航空宇宙博覧会で公開された Y-9Y-9 とは中国人民解放軍空軍で製造された多様途中型輸送機である Y-9 の製作は先制引き工業講師が担当している中国人民解放軍では Y-8 を運用しているが後継として新たに20トンの輸送力を持つ 中型輸送機として開発されるのが Y-9 である。設計主任は Y-8 の設計にも関わった、方比で Y-8 の改良で得られた操縦系統などの先進技術が導入されるという、新しい機体を導入するのは1975年から生産されている Y-8 が性能的に陳腐化しており、新しい機体を必要としたためである。Y-8 は、 旧ソビエト連邦のアントノフ設計局のアン -12 をライセンス生産したものであるが、Y-9 は Y-8 回 -600 をベースとした中国の独自開発機である7個のマルチファンクションディスプレイを有するグラスコックピットを採用し、エンジンは FW6JC を4機搭載、プロペラは複合材料を使用した6枚はの新しい JL-4 型6枚羽で、 水平尾翼端に補助垂直安定板がついている。2012年11月19日、中国も y ワ9が中国人民解放軍空軍にすでに収益済みと報じた。2016年12月23日には中国人民解放軍陸軍の航空隊に収益した。Y-9E 輸出型、Y-9JB エリント型、機種、全部胴体側面。 後部胴体側面にアンテナを装備している。Y-9XZ 心理線形。Y-9G ジャミング型。機種化、全部。後部胴体側面。尾翼とアンテナを装備する。Y-8G の後継機。Y-9X 電子線形。エリント機という説もある。キロジュール -500、キロジュール -500。早期警戒機型。Y-8A。 z d k 0 3と似た形状のレドームを装備している。レドーム内には、キロジュール -2000 に搭載された、K-LLQF01 の小型計量版のアイサ、レーダーを3面三角形状に配置している。性能については2013年1月に、中国のテレビの報道によれば、470キロメートル先の、60から100の標的を同時追跡することができると、している。 キロジュール -200 の光景と見られており、2015年より運用開始、中国人民解放軍の機関紙、中国国防法は中国空軍の早期警戒システムのようになるだけでなく、中国発の国産航空母艦に搭載される可能性が高い、と報じている2018年に空中給油プローブを装備した機体が確認された。 中国ミャンマーミャンマー空軍2016年11月に購入に合意、空母イブキ、キロジュールマイナス500が登場。1020などの中国海軍戦闘機との戦術データ、リンクをすべて折り、タラマ島上空にて護衛の1015を伴って、警戒行動を行っていたが、航空機搭載型護衛艦、イブキから飛び立った海マイナス 35JB の、吸収によって撃墜される。 ABC 田辺義明、最新、中国航空、軍事トピック、航空ファン通貫787号分離道、P136 から137、ハット ABCDEFGHIJKLM、中国 Y-9E 型輸送機の輸出に向けた、推奨活動、チャイニーズミリタリーアビエーション Y-9、中国産最新 A 輸送機 Y-9、中国空軍に収益化。 中国網。http コ、ね、ロンスラッシュスラッシュ japanese.china.org.cn スラッシュポリティックススラッシュ txt スラッシュ2012-11スラッシュ19スラッシュコンテント27158247 htm 2013年1月5日閲覧首かマイナス9型机列装、航空兵力量立て入りしんだチャイナプラモーツ y マイナス九 いいトランスポートエアクラフト4エクスポートディフェンスブログハットジャパンインターセプツニューチャイニーズ GX-8 マイナスエリントエアクラフトハットニューチャイニーズエレクトロニックウォーフェアエアクラフト4プルフベーストオンションシワイナス -9 トランスポートエアクラフトハット AB チャイニーズミリタリーアビエーションサーベイランスエアクラフトツーハット AB チャイナーズケイポビラティスイマナス9スペシャルミッションエアクラフト ハットチャイナ、S ニューアーリー、ウォーニングエアクラフトショーンオンプラウェブサイトハット、プルフクレイムスキロジュールマイナス500 C エアクラフトイズインディジェナスデザイン、ハットサーベイランスエアクラフト、2キロジュールマイナス500杯入従軍事研究2015年9月号、P173 チャイナ、S キロジュールマイナス500 and C プラットフォーム、エンターズサービス最新への早期警戒完成期、 年末完成の空母に搭載か、中国中国最先進あずけ機、空計500ある登場思想国、ウハハセカンド Y-9 トランスポート、エアクラフトエンターズサービスウィズプラグフ、セーズレポート、ハットミャンマーツーバイニューチャイニーズ Y-9、E トランスポートエアクラフト同サイズの輸送機、ありがとうございます。